のね、最初はまあ基本形で直線。直線。直線。何のカーブもなし。うん、で、二つ目が直線にちょっと切れを入れる。こう、カーブをしたり。おお。これが最初の型。これがこう。で、これではまだ立体が少ないから、まあこの形はこれもみんな同じだけど、これ。みんな直線。これはみんな直線だ。この3点は。この3点直線。ああ、直線ですね。ね。で、それにカーブをつけたのはこれ。カーブが内側に巻いてるか。ああ。で、これは外側に花がこう折れてる。はい。外側に。外側に。外側に。うん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 、ね、すごい。じゃあどんどん工夫を加えて、どんどんどん、まあ、これが外側の類型、類似品だな。これも外側に、外にカーブしてる、うん、でそれが内側にどん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 変形していくと、これが内側に変形する。内側に中に入る。中にこう、中にこう、中にこう、でそれがどんどん変形して、これ高さを高くして中に入れたのがハート型になったわけ。中に、内側に。ああ、ハート型ですね。ハートになるわけ。これ材料全部、全部牛乳パック。牛乳パック。この真ん中にあるのは、真ん中のは、冷凍食品&インスタントラーメンの袋。あ、それを切って。それを細く切って丸めると。ありがとうございます。はい。